新たな価値を生み出し続けることを伝統を強み誇りとし事業領域や市場を広げながら成長してきました私たちの個性の一つに楽器製造会社をルーツに持つというユニークな背景がありますその DNA はものづくりの現場にアーティスティックな感性をもたらし 技術と感性の融合という伝統的な手法を育んできましたかつて当社はモーターサイクルの魅力を人間に一番近い乗り物なんだとメッセージしたことがあります人が主役で人に寄り添い人のぬくもりに向き合ってきたことそれは当社のものづくりの大切な価値観となり 人気観能という独自の開発思想の確立にもつながっていきました改めて申し上げるまでもなく今モビリティを取り巻く世界は大きな変革期を迎えていますさまざまな交通システムの発展は社会に利便性や効率性の向上をもたらし人々の暮らしを変えていくでしょうしかしだからこそ 私たちはこうも考えています人々の心に訴えかけるヤマハブランドの感性はますますその価値を高めていくだろうとそして人を主役とし人間という存在を大切にしてきた歩みをたどればモビリティの正しい未来をしっかり描けるだろうということです当社では昨年長期ビジョン アート・フォー・ヒューマン・ポッシビリティズを策定し2030年に向けた変革をスタートしました注力していく領域は3つアドバンシング・ロボティクスリ・シンキング・ソリューションそしてトランスフォーミング・モビリティですスローガンのアートはその3つの頭文字を表していますヤマハ発動機はロボティクスを活用し 社会課題に山原らしく取り組み、モビリティに変革をもたらすことで、人々の可能性を広げ、より良い生活と社会を実現してまいります。こちらは、前回のモーターショーで披露しました、サーキット高速で自動走行するライディングロボット、モトボット、そして人と機械の一体感を研究する実験機、モトロイドです。 アドバンシンシグロボティクスは認知判断行動を自ら行うマシンの自立化に向かっています私たちはその要素技術を一つ一つ獲得し積み上げていますご覧ください自立ソリューションビークルランドリンクコンセプトですご覧のように周囲をセンシングしながら大地を自在に移動する いわば陸上のドローンです4つの車輪はそれぞれ独立したソーダ・駆動が可能で方向を問わない自由な移動高い機動性を持っています AI 画像認識によって障害物を避けながら自ら走路を判断するとともに人との共同作業で発揮する器用さも持ち味の一つです当社では 陸上で活躍する自立ビークルの可能性を探っており、すでに農業現場などで活躍している空のソリューションとともに、その知見を生かした独自のアプローチを進めています。アドバンシング・ロボティクスにより実現していく山原しいソリューション、モビリティ,リティの変革にぜひご期待ください。それでは主要出展モデルについて紹介してまいります。 まずは EV の取り組みです当社は1993年に世界で初めて電動アシスト自転車を発売し2002年には電動コミューターパッソルを市場に送り出しました以来四半世紀にわたり EV 二輪のパイオニアとして電動コミューターを市場に送り出すとともにその普及活動も積極的に推進しております しかし正直なところお使いいただくすべての皆様が求める性能要件や利便性とはまだ随分開きがあるようです人気番組「出川哲朗の充電させてもらえませんか」でもやばいよやばいよとご指摘いただいております世界中の街角で EV 二輪がコミューティングの主役になるにはもう少し時間がかかると想定しておりますが その時代に向けて当社は全方位の準備を進めておりますこちらは 50cc エンジン相当の都市型コミューター E02 です扱いやすい小型軽量ボディに手軽な着脱式のバッテリーを搭載電動ならではの滑らかでスムーズな走りを追求しヤマハらしい楽しい移動を提案します 125cc エンジン相当の E01 です。都市間を快適に移動する余裕のある走りと、日常ユースでの実用性を両立した E01 は、ご覧のように急速充電も可能です。EV2 輪の普及には、バッテリーチャージの課題をクリアしなくてはなりません。お客様の使い方や地域によっても、最適な充電のあり方は異なるでしょう。 私たちはさまざまな可能性を想定して準備を進めています EV の最後にもう一つの取り組みを紹介します2018年19年とトライアル E クラスに挑戦した電動トライアルバイクの研究車両 TYE です世界一には一歩届かず2年連続のランキング2位となりましたが私たちは電気の力を 山マらしい楽しさにもつなげていきたいと考えています続きましてファンライド楽しくエキサイティングな価値領域のモデル群です YZF-R1 は当社モーターサイクルのフラッグシップです思考の一台を求める世界中の不安の元にこの秋から順次一層魅力を増したニューモデルをお届けします 開発コンセプトはフルコントロールエボリューション・オブ・トラックマスターみなぎるパワーを高次元で制御しサーキットを制するパフォーマンスを発揮しますアドベンチャーツアラーらテネレ700ですテネレとは魚砂漠中南部の一帯を指し現地の言葉で何もないところを意味しますそのとりわけ厳しい自然環境を社名に関したテネレは 当社アドドベンンチャーーツララのの伝統ブですオフロードアドベンチャーツアラーの各要素をバランスさせた新しいテネレワールドをまもなく冒険心あふれる日本のライダーにもお届けします電動アシスト自転車の世界にも山原らしいとびきりのエキサイトメントが誕生しますレースを想定した e- バイク YZ p j y, Z です y Z は当社のモトクロス競技専用車に受け継がれる伝統のブランドですそのトップ・オブ・オフ・ロードと同様のセンターマスコンセプトを取り入れ楽しく刺激的な非日常体験を提案いたします一般公開日には VR コーナーも設置しますのでその突き抜けたフィーリングをご体感ください さて、当社では、モビリティの安全と安心を追求し、さまざまな角度から研究開発を進めています。目指せ転ばないバイクというスローガンは、その象徴であり、技術開発の原動力にもなっています。その代表的なテクノロジーの一つに、LMW ・リーニングマルチホイールがあります。 LMW とは二輪車のように傾けて旋回する三輪以上の乗り物です当社ではこの独自技術を用い2014年第一弾としてトリシティをグローバル市場に導入し昨年は大型モデルナイケンを発売するなどバリエーションを広げています今回紹介するのはトリシティ300 都市交通の移動ツールとして開発したミドルクラスの LMW です詳細につきましては11月5日に開幕するミラノショーで紹介しますそして先ほど私も乗りました立ち乗りの LMW トリタウン前回のモーターショーで披露したトリタウンはさらに進化を遂げ国内の公園やレジャー施設で 来場者の皆さんによる実証実験が始まっています簡単な操作で颯爽と風を切って走る特性はラストワンマイルに楽しさを提案いたします LMW の世界はさらに広がりますヤマハ a h a MW VISION 人とモビリティの新たな関わり方を提案する次世代パーソナルモビリティです 扱いやすく取り回しも簡単なコクンボディに姿勢制御技術とリバース機能を搭載マシンと一体化するコーナーリングの爽快感に安心感と快適性をプラスしてより幅広い皆様に新たな感動をお届けします車両の自立補助機構による停車時の安心感と扱いやすさそして 姿勢制御による低速走行時のライダーアシストモトロイドをはじめとする各種研究活動により目指せ転ばないバイクという私たちのチャレンジはここまで進んでまいりました安心と快適そしてファンヤマハは人に寄り添ったものづくりでパーソナルモビリティの需要創造にチャレンジしてまいります さまざまな社会課題を解決していけば、そしてさまざまな自己実現が可能になれば、人はもっと心豊かに、もっと幸せになれるはずです。ヤマハの技術と感性で描くモビリティの未来、ぜひご期待ください。ありがとうございました。